田中君。皆さんこんにちは。それでは通告に従いまして一般質問の方を始めさせていただきます。今回私3項目挙げさせていただきました。どれもやはり早急に橋本市で大切なことではないか、また長期的にもやっていかなければならないことではないかというふうに考えております。それではまず1項目目、避難所備蓄用の毛布等を地場産品でです。当市は世界に誇れる織物業の産地です。しかしながら近年は諸外国の追い上げなどにより厳しい状況が続いています。しかしその製品の良さは誰もが認めるところです。さて当市の避難所の備蓄毛布は約2000枚であり、倉庫そのものが少ない、あるいは現在整備中等の問題を差し引いても少なすぎるのではないでしょうか。また次年度以降も毛布等の購入計画はないと聞いています。先にも述べた通り、当市には繊維に関する環境も技術もあることから、備蓄用の毛布等を地元から購入あるいは共同開発すれば地場産業の育成にもなり、他の自治体や一般消費者等への投資繊維製品 PR の足がかりになると考えます。備蓄用の飲料水は橋本市水道水を利用し、年間1万本ずつ生産し備蓄しています。水を地元を調達しているのなら、備蓄用毛布等も地場産品の利用を考えてみてはいかがでしょうか。織物の街の火を消さないためにも防災をきっかけとして市を挙げて取り組む姿勢が必要だと考えます。よって以下の質問を行います。 1. 購入計画について、 2. 共同開発等についてです。続いて2項目目、市町村広域災害ネットワークの進捗状況についてです。市町村広域災害ネットワークは関東から九州まで18府県18市1町自治体、平成24年6月現在ですのいずれかで地震などの大規模災害が発生し、被災自治体独自では十分な応急措置ができない場合、被害のない自治体からさまざまな支援を相互に受けることが できるようになっています。その支援の種類を簡単に振り分けると、1. 応急対策並びに応急復旧に必要な資機材及び物資の提供、 2. 応急対策及び応急復旧に必要な職員の派遣、 3. 医療機関への被災傷病者等の受け入れ、 4. その他特に要請があった事項となっています。協定調印後、本年5月には泉大津市でカウンターパート訓練を実施し、職員の相互交流がなされていますが、その後はどのような訓練等が実施されたのか、また今後の予定も合わせてお伺いします。続いて3項目目です。地域教育コミュニティ形成促進推進事業について、現在当市では高野口地域及び神室清水地域の2中学校区で教育コミュニティ事業が行われています。それぞれの地域では主義手法は違えど、さまざまな事業が展開される反面、今年度で高野口地域では5年目、神室清水地域では3年目を迎える中、他の中学校区への広がりが全くありません。また教育コーディネーターへの負担も大きく、早急に今後の展開を考える時期に来ているのではないでしょうか。そこで以下の質問を行います。1. 他の中学校区への情報発信方法について、 2. 教育コーディネーターの役割と市の役割について、 3. 今後の展開について。以上であります。これで壇上からの質問を終わります。よろしくお願いいたします。15番田中君の質問項目1、避難所備蓄用の毛布等の地場産品利用に関する質問に対する答弁を求めます。総務部長。
避難所備蓄用の毛布についてのご質問にお答えをいたします。橋本市では地域防災計画の中で東海、東南海、南海地震を震源とする地震が最大規模で発生した際に2日から長期の避難生活が想定される避難者を約2900名とし、その想定に基づく生活必需品の備蓄目標を毛布では5800枚と定めています。現状では市内7カ所の備蓄倉庫に1983枚を備蓄している状況です。災害備蓄用の毛布については長時間にわたる備蓄と保管スペースの節約の観点から特殊フィルムで真空パックされた毛布が必要です。今後の備蓄の補充については地元産の織物製品で同様の処理を行い製品化していただけることを前提に納入について検討を行いたいと考えます。今後繊維組合および関係部署とも協議してまいりますのでよろしくお願いいたします。15番田中君、再質問ありますか。はい、議長。15番。15番田中君、はい、答弁ありがとうございます。それでは再質問の方をさせていただきます。まず購入計画というところなんですけれども、5800枚ですか、橋本市で、必要であろうという中で現在2000枚弱ということです。確かに備蓄倉庫等は今年度とかでも予算で上がっておって、今後できていくのかな、今年度中にはある程度完成していくのかなと。また、他の市の空き施設っていうんですかね、現在空いてきている施設であったりですとか、さまざまなその使えるところというのがあるかと思うんです。で、防災倉庫の、整備計画ですねにはね、毛布等の購入予定は、これ平成26年までの分では入っておりませんし、かつそれに対する代替品っていうのかなも入っていないんですけれども、現状が少ないとお感じだと思うんですが、そのあたりについてはいかがでしょうか。総務部長。議員ご指摘のとおり、避難所に設置をさせて、いただく予定でございます備蓄倉庫の方には、毛布を備蓄、先ほども議員が言われましたように、他のスペースで、市の公共施設が若干、保管場所として適当であるところが空いてまいる予定もございますので、その辺で、備蓄を考えていきたいというふうに思っております。で、枚数については、今のところ具体的に何枚ずつというのはないわけでございますけれども、先ほども申し上げましたように、5800枚という大きな目標がございますので、これに向けて順次取り組んでいかなければならないということは認識をしております。それから、後でネットワークの関係もご質問いただくわけでございますけれども、他の市町村とも比べましても若干その、確保しておる率が低いというのはもうご指摘のとおりでございますので、そこも認識しておるところでございます。そういうことで、できるだけその空きスペースを確保しながら順次、計画的に確保を図ってまいりたいというふうに考えております。議長。15番。15番田中君、はい、ありがとうございます。2項目目のあれとも関わるんですけれども、市町村広域災害ネットワークでも市立の方、毛布の方、各自治体で備蓄されておるんですけれども、例えば泉大津であったりですとか大和郡山であった場合ですね、南海、東南海地震が発生した場合にやはり同じように被害を受ける可能性もありますし、かつ遠いところ、例えば甲府なんかからではこっちへ来るまでにも相当な時間を要するとも考えられます。で、現状の数では少ない、で、今起こるかもしれないという中で代替品についても、今の答弁では考えられてないのかなというふうに感じました。ですから、そのあたりについてはですね、早急に、予算のこともありますが早急に確保について動いていただくなりということをお願いしたいと思います。続きまして、2番目の質問なんですけれども、
まあ橋本市、これはもうどなたも皆さんもご存知の通りに、パイル織物の町です。で、最初に申し上げました通りに技術も、環境もすべて整っております。ですから例えば、まあ、答弁の方でもいただいたんですけれども、紀州繊維工業協同組合等々にね、まあ、話し合いをまず持って行っていただきたい、橋本氏はこのような商品を探していますと、組合紀州繊維では何ができるのか、そのあたりについての話し合いをやっていただきたいと思っておるんですけれども、そのあたりについては、まあまあ、もうこれはできると思うんですけれども、今すぐにでも、まあ、そこでは商工観光課との連携も必要かもしれないんですけれども、まず話し合いぐらいはやっていけるのかなと思いますけれども、そのあたりについてはいかがでしょうか。総務部長。まあ、先ほどのご答弁でも申し上げたわけでございますけれども、毛布が従来ですと、その普通の毛布を普通にビニールの袋を入れて備蓄しておったわけでございます。まあ、私も若い時に経験があるわけでございますけれども、こういう毛布ですと一旦使いますと、乾燥するということで天日干しする必要がございます。それから場合によってはクリーニングに出す必要もございますので、かなりの経費がいってまいりました。まあ、最近では、いい形のこういう毛布が開発されてまして、一応先ほど申し上げましたように、まあ真空パックという形でアルミの蒸着のパックの中へ圧縮してある毛布が開発されております。で、まあ繊維も一応難燃繊維で、防虫防カビ防臭対策等も取られておるというようなものでございまして、実物実は外に用意してあるんですけど、まあ、ちょっと長い持ち込んでおりませんが、まあ、そういう形でございますので、そういうものを共同して開発していただけるということであれば、もちろん市内の業者さんでございますので、優先してでも購入はさせていただきたいなというふうに思っておるわけでございます。ただし、まあ、価格の点も実はございますので、まあ、現在これ定価6000円程度のものでございますけれども、まあ、そこの点もその、開発していただくについてどれだけのコストでどういうことの、まあ販売をいただけるのかというような点も、今後協議をさせていただける必要があるのではないかというふうには思います。ただし、まあ、直接納入いただくということになりますと、まあ、間接経費等は発生しないと思いますし、まあ、利益度外視というわけには参らんと思いますけれども、かなり、まあそこは企業努力いただけるんであれば、橋本氏にとっても良い話ではないかというふうに考えております。15番田中君。はい、確かに1枚6000円超えますよね、今現在市場で売っているものっていうんですかね。で、まあ、そこも私もちょっといろいろ聞いてみたんですけれども、さまざまな自治体へ納品される場合に大体半額程度で入っているというふうに聞きました。実際もう直接確認取りました。で、先ほど、まあ、部長の話から、まあ、難燃とか防カビについてはもともとも糸への練り込みですので、さほど技術的な問題はないかと考えられます。それに例えばエア抜き、いわゆる真空パックの場合は、この産地ではおそらくできないかと思います。しかし外注に出すことも可能なんです。そういったね、紀州繊維、織物屋さん、繊維業者が本来独自で考えていかなければならないことかもしれないんですけれども、こちらから市からも情報を提供して、例えば外注やったらできやんかいとか、もっと他に、現在の毛布じゃなくって他にもいろいろな繊維製品のアイデアっていうのはあるかと思うんです。ですから、まず、話し合いっていうかな、やっぱり定期的に持っていって、これはもう先ほども申しました通り、横のつながり、経済部、商工、観光課との横のつながりが必要かと思うんですけれども、まず話を土俵に乗っけるっていうんですかね、こちらから問いかけていく、市の方から、こういうの探しているんけどないんかい、例えばもっと言えば、代替品があるかもしれないですし、もっと安いものができるかもしれない。今まあこれ6300円、私持ってるのが6300円のやつなんですけれども、は例えばこれ毛布の縁にヘムって言うて、縫い目が見えやんようについて違う布がついておるんですけれども、実際災害備蓄用になった場合にそこまでのものがいるかどうかも分かりませんし、こんなところでも値段が下がる一つの要素になるかと思います。
ですね、一度その話し合いの場所を持っていただけるのかというのを再度確認いたします。総務長。総務長、もちろん、共同開発というか、まあ、こちらからも条件をお話をさせていただきたいと思いますし、逆に、こういうことができるよという形で新しい商品開発ができればもっと便利なものができる可能性もあるわけでございますので、そこらは双方いろいろと協議をさせていただけたらありがたいというふうに考えております。15番田中君。はい、ありがとうございます。そうなっていけば、商品化はまだまだ先になるのかもしれないんですけれども、やはりこれっていうのは橋本氏が仮に導入できた場合にですね、周りに対する波及効果、県であったり周辺自治体であったり、また自主防災会、これはもう市内外問わずなんですけれども、そのあたりに対しても、パイル織物の町ということで波及効果というのが様々な面で出てくるかと思います。そのあたりの例えば、これ経済部長にお伺いしたいんですけれども、タラレバーの話でなるんですけれども、もし物が、できそうやっていう場合にですね、そういった ところへの PR というのは可能でしょうか。経済部長。経済部長。はい、先ほど来からお話出てございます、小屋内は産業の町ということで、これは経済部としても地元産業の活性化という立場の中では協力させていただければならないのかなというふうに思っているのが率直なところでございます。小屋内の生意につきましては、ここ10年ぐらいの間に生産高が約9分の1ぐらいまで減って、480億円ぐらいになるというような現状でございます。これはもう市としても何らかの形で支援をしていきたいという気持ちでおるわけでございますけれども、例えば今の一つの防災備蓄用品といたしましても、そういったそれにかなうような商品が開発できる、あるいはまた納品可能やという形になりましたら、これはもう経済部としても和歌山県内の自治体、あるいはまた近隣の府県の自治体に対して、PR 活動については船員組合等を中心として一緒に、PR 活動に行きたいなという思いでございますので、ご理解いただきたいと思います。はい、15番。15番、田中君。はい、ありがとうございます。私は話を持っていって、実際紀州繊維の方でできるかできないかっていうのは分からないんですけれども、まずは土俵に乗っけることが必要だと私は考えております。やはり今まで、パイル織物の町として栄えてきた橋本氏なんですけれども、どんどん今経済部長の答弁いただきました通りに、衰退してきておるというのはもう事実です。その中で、先ほど水という話させてもらったんですけども、橋本氏これ災害備蓄用の水で作られてますよね。これ皆さんご存知だと思うんですけれども、年間約1万本これ備蓄されていっております。やはりこれ地元のものを使っていくということで、もし橋本市が織物の町じゃなかったら、いろんなところから探してくれるんですけれども、市として、織物の町というのを謳っている以上ね、やはりまず地元から地元のものを調達する方法がないのか、代替としても何か使えないのかというのをね、もっともっと、考えていっていただきたいというふうに感じております。これで一つ目の方の終わります。はい、この際、3時15分まで休憩いたします。休憩前に引き続き会議を開きます。日程に従い一般質問を行います。次に質問項目に市町村広域災害ネットワークに関する質問に対する答弁を求めます。はい、総務長。もうやっとしまった PC。 もう先やって、市町村広域災害ネットワークについてのご質問にお答えをいたします。近い将来の大規模災害に備え、阪神・淡路大震災や東日本大震災などの状況から、広域連携によって災害時の同時被災を避けるため、地形や地質、交通網などが異なる自治体間で
応急対策や復旧措置などについて協力し合うシステムを構築を協力し合うシステム構築を目指し、平成21年1月13日に旧自治体で市町村広域災害ネットワーク災害時総合応援に関する協定を締結いたしました。直近では今年5月に山梨県甲府市が加わり、現在18府県18市1町での構成となっています。また今年5月15日16日の2日にわたって幹事市である大阪府泉大津市の協力を得て、同じ職種職員にある各市長の担当者間で連携協力することをいうカウンターパートによる訓練を行いました。この訓練は災害により行政機能が維持できなくなったとの想定で、ネットワーク加盟団体職員が被災地、今回は大阪府泉大津市でございますが、の応援職員として実際に市民化業務を行ったもので、応援自治体として17市長から38名、うち市民化担当者13名が参加いたしました。ネットワークとしては初めての訓練でしたが、比較的スムーズに業務が行え、参加した市民化職員からは、可能かどうかは分からないが、共通の申請書様式を用いることで、より効率的に行うことができるのではというアイデアも出されています。最近では、11月14日に開催された本年度第2回のネットワーク運営協議会に、加盟19団体の担当者だけでなく、今後ネットワーク加盟を検討中の3市がオブザーバー参加し、今後のカウンターパート訓練の実施について、ネットワーク加盟団体の他団体との協定締結状況、災害時の医療体制などについて意見交換を行っています。今後もネットワーク加盟団体の拡大を図るとともに、定期的な打ち合わせやチェック作業などを重ね、加盟団体相互のより充実した協力関係、顔の見える応援関係を築いてまいります。15番田中君、再質問ありますか。はい、15番田中君。はい、答弁ありがとうございます。この一般質問を何でしたかと申しますと、要は市民の方からね、こういうことをやっているという話、ご存知の方から、要は反抗しただけなんかいみたいに言われたんですよ。で、私もやっぱりいろいろ調べていく中で、実際5月にはカウンターパート、泉大津でやられてるんですけれども、泉大津のホームページにはそれも実際載ってますけど、橋本投手はそういうことも一切 PR されてない、こういうことがあった。その調印したっていうのは広報とかでもあったかと思うんですけれども、今後の展開である、今までやってきたことでありというのが全く見えていない。これは市民に安心を与える上で大変重要な施策ですし、ましてやその遠いところから、さまざまな町から相互協定を結ぶことで迅速に災害に対応できるというメリットがあるにもかかわらず、なかなか、周知されていない、市民に対しても周知されていないかと思います。そこでまず一つ目の歳出なんですけれども、職員の周知徹底状況はいかほどのものなのかなと、私自身他の課の総務以外の職員に聞いても、名前は知ってるけど実際何かわからないっていうのも聞きます。ですからまず一番大切なのは、当市の職員にまず周知徹底をしていかなければ広がるものでもない、実際それこそ反抗しただけで終わってしまうのではないかという危惧がありますので、まず職員への周知徹底状況についてお伺いいたします。総務省。議員ご指摘のとおりでございまして、残念ながら、職員に関しても周知徹底できるとは言えない状況でございます。先ほど初めのご答弁でも申し上げましたように、その今回、市民化業務がまず被災した場合一番初めに来る業務であろうというようなところで、ここの職員についてはカウンターパート訓練に参加していただきましたので、よく実情については把握いただけるてるんではないかというふうに思うわけでございますけれども、
他の他の職員のところまでは今の徹底上徹底できてない状況でございます。まあ、今後その総合運営協定の中でこのカウンターパート訓練についても他部門も順次拡大していくことを考えていただいておりますので、そういう中でそういうこともしていく必要があるんですけれども、まずその確かに周知はなされておりませんので、その辺についても今後進めてまいりたいというふうに考えます。15番田中君。はい、やっぱりね、これせっかくやったことがすごいもったいないと言いますか、どん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 動いていける、もっと言えば次は橋本氏が、まあ、幹事氏ではないですけれども橋本氏でもやってよという話もできるかと思うんです。でカウンターパート訓練があるから他の課他の部がやるというのではなくて、まずこういう協定を結んでいる、その協定の中身はこういうのなんですよというのを今一度事前に周知徹底させる必要が、職員に対して周知徹底させる必要があるかと思います。そのあたりでその訓練を待たずにですね、これはもう今すぐにでもできることだと思うんですけれども、そのあたりについて総務省。ごもっともなご指摘でございますので、今後進めてまいりたいと考えます。15番田中君。はい、よろしくお願いいたします。続いて今後の PR 方法ですね。今度は、まあ、職員もやはり市民に対して安心感を与えるということでは、やっぱりこれがあることで、こういった安心感がありますよというのは、これは必ず訴えていかなければならないことです。そこについてお伺いしたいんですけれども、まあ、よくホームページという話が出るんですけれども、これ、ホームページもね、こういう活動をやってます、これはこういうものですというのも、もっと詳しくというか、きっちり載せていく、それをホームページにあるぐらいが、妥当だと思うんですけれども、ホームページ等々への掲載についてはいかがでしょうか。総務省。それについても、まあ、安心を与えるという意味で、というご指摘でございますが、まあ、現在のところその職員間での交流にとどまっておりましたので、まあ、担当課といたしましても、まあ、あまり PR を市民に対してできていなかったんではないかというふうに考えております。まあ、ただし、まあ、議員ご指摘のようにこういう形の制度が整っておるということで、市民に向けて PR することによって、安心感が与えられるというご指摘もごもっともでございますので、それについては、まあ、今後積極的に進めていきたいわけでございますけれども、何もないときに PR してもあんまり効果というのが出てきませんので、次に、まあ、新たに加盟団体等も増えたり、イベントがございますので、そのときできるだけそういう形の中で、まあ、写真等も載せた形で、分かりやすく、まあ、広報させていただけたらなというふうに考えております。10番田中君。はい、まあ、何もない時と言わずに、やはりこういうのをやっているというのはずっと載っててもいいと私は思います。例えば広報なんかでも常にこういうものについては、ネットワークを結んでいるんですよっていうのは、それだけでもね、一つの安心になるかと思いますので、次のイベント等は言わずに、できるときに随時やっていただきたい。もうこれは要望にとどめさせていただきますので、とにかくまず、職員に対する周知徹底と並行して、市民地域にお住まいの方々にも、こういうことをちゃんとやっていっているよ、橋本氏は安心安全について、すごく前向きに考えているというのを伝えていただきたいと思います。2番目の質問はこれで終わります。はい、項目3、地域教育コミュニティ形成推進事業に関する質問に対する答弁を求めます。教育長。田中議員のご質問にお答えいたします。ご質問1番の他の中学校への情報発信についてと、3番目の今後の展開について合わせてご答弁申し上げたいと思います。地域コミュニティ形成促進事業については、子どもたちが地域でどう育つのか、どう育てるのかについて、学校地域で
行政が本音で話し合い、学び合い、時には共に体験することによってつながり、絆が生まれる場を作っていくことが事業の中心となります。この事業は行政主導で学校や地域にやらせたり、やってもらったりするものではなく、学校や子どもの課題について学校と家庭や地域が共有し、解決策を模索していくことから始まる事業です。まず学校がこの事業について正しく理解し、この取り組みが必要だと考えることが大切です。今後、校長会等を通して現代の取り組みを各学校に紹介するとともに、ホームページにも取り組みの状況を詳しく紹介するなど、他の学校や地域の皆さんにも関心を持っていただき、学校と家庭や地域の機運が高まるよう努力していきたいと考えております。次に、2番の教育コーディネーターの役割と市の役割についてでございますが、教育コーディネーターは、学校や子どもの課題を解決していくための取り組みを、地域の方々の力をお借りしながら実施していく際に、学校と地域のパイプ役として大切な役割を担っていただいております。地域の情報に精通し、人と人、人と組織、組織と組織がつながっていくお手伝いをしていただくという、教育コミュニティ形成促進事業にはなくてはならない存在であります。一方、教育委員会では、教育委員会人材支援バンク活動推進事業を実施し、地域の皆さんにボランティア登録をお願いしています。コーディネーターは、地域人材に関する多くの情報を持っており、コーディネーターからの紹介で、人材支援バンクにご登録いただくボランティアも非常に多くおられます。教育委員会では、個人情報の保護に十分留意した上で、ご登録いただいたボランティアに関する情報をコーディネーター、学校、公民館等社会教育施設と共有しているところです。また、教育委員会では、コーディネーターの活動が円滑に進むよう、他の機関との調整を行ったり、コーディネーター同士の情報交換の場を設けるなど、新たなつながりが広がるよう支援しています。今後もコーディネーターが活動しやすいように、積極的に支援していきたいと考えております。15番田中君、再質問ありますか。はい、15番。15番田中君。はい、答弁ありがとうございます。それでは、再質問の方させていただきます。今日も、21番議員の質問にもありました通り、やっぱり橋本市の将来を担っていく子どもたちにはやっぱさまざまな教育が必要である。それはもう皆さん一致した考えであると思います。特に地の地域づくりっていうかな、その知ると書いて地の地域づくりっていうのは時間がかかる。これはもう仕方のないことです。しかし子どもたちにですね、あらゆるところで、あらゆる、こちら、もちろん大人であり、教育委員会であり、さまざまな地域の連携によって伝えていくことが、将来、この町にとって必ずプラスになる、それを、ね、教えていただいた子どもたち全員が橋本市に残るというのは考えられないかもしれませんが、そのうちの何人かでも残って、それをまた次の世代へ伝えていくということは、すごい大切な事業で、この教育、コミュニティに関しても大切な事業であると私は思っておるんですけれども、橋本への、これを将来の投資と考えて、また地の地産地消で地の地域づくりという観点から、この事業そのものがですね、当市の教育行政の一つとして重要な施策だとまず考えておられるかどうかについてお伺いいたします。教育長、はい、この事業は平成20年にスタートしてございます。で、この事業の背景として、教育基本法の改正がございました。その中で特に、変わった点、障害学習の理念、こういう条文ございます。それから学校、家庭、地域の連携、こういうところもございます。
それらを背景にして、社会総がかりで子どもを育てよう、そういう趣旨のもとに、平成20年からスタートした事業でございます。この事業には3つの狙いあるっていうふうに私自身理解しています。1つは子どもたちに生きる仕方を育てる事業である。もう1つは生涯学習の理念を具現する事業である。もう1つは地域の活性化につながる事業である。そういう3つの柱がございまして、そういう働きをきっちり果たしている、この事業は果たしている、そういうふうに理解してますので、橋本氏としましては、地域と家庭と、学校が連携するすべての事業を支援するとともに、続けていきたい、そういう願いを持ってございます。15番、田中君。はい、ありがとうございます。で、答弁の中で、校長会を通じっていうのもあったんですけれども、やはり現状、やっている中学校区以外の先生方は知らない方多いです。ましてやこの事業の場合、地域との関わりがすごく濃い事業ですので、学校だけではなくてですね、やっぱり住民の方々へも知っていただければならないというふうに考えております。ですからやはり、社会教育課のホームページ見ても推進事業の内容については載っておる、それは総論というか、こういうのですというのはあるんですけれども、実際かなり活動をされてきているのにもかかわらず、ほとんど載ってきていないというのが現状です。ですからやはりその PR 方法についても、かなりこれは表出していく、どんどん目に触れるようにしていかなければならないと考えておりますので、ホームページ、いつものホームページになってしまうんですけれども、まずホームページ等々での PR というのは、積極的に今後、展開していただけますでしょうか。教育長。この事業のホームページの公開につきましては、実施校でさまざまな取り組み、学校のホームページとして紹介してくれています。特に最近ので見ますと、小矢口小学校で取り組んだ今昔プロジェクト、これも写真を添えて、細かく紹介してくれてました。教育委員会としても、そういうさまざまな取り組みをまとめる形で、さらに、地域の方に、分かっていただく。そういう立体的なホームページができたらいいな、そういう願いを持ちますので、検討するとともに、積極的に取り組んでいく方向で検討したいと思います。15番、田中君。はい、ありがとうございます。なんで、ホームページの話をさせていただいたかといいますと、実際、知らせるというのと並行してですね、実は、ボランティア頼まれたんやけど、何をしていいかわからんから、市の教育ホームページ見たと、何も載っていないと。実際これが何なのか分からなかったというお話も何度も聞いております。それでやっぱりその辺を考えてもね、やっぱりコーディネーターさんというのはボランティアさんを頼んでいくにつけて相当ご苦労されております。やはりそういう面でも協力、ボランティアの募集なんかも実際ホームページを使っていただきたいですし、何をしなければならないのかというのもよく分からない状況ですので、もう教育長がホームページの方もやる方向でということですので、そういったあたりも実際掲載していただきたいというふうに考えております。よろしくお願いいたします。続けてコーディネーターさんの役割2番目の部分になるんですけれども、コーディネーターさん、実際人をボランティアスタッフを集めるにつけて、これはもう相当苦労されております。実際市の人材バンクっていうんですかね、あちらの方に、登録している方の情報も持っておられますし、それ以外の方の情報もたくさん持っておられるんです。しかしそれはすべてその情報は個人の携帯に入ってしまっているという状況です。これは例えばの話なんですけれども、やはりなぜその個人の携帯に入っておるかといいますと、連絡がつく時間、皆さん仕事なりされている中で実際連絡がつく時間が夜にしかつけられないというのがほとんどです。私もいろいろ相談を受ける中で、例えば、C の電話借りたらどうよとかっていう話もしたんですけれども、やっぱり昼間やったらあかんねんと。で逆に、将来コーディネーターさんが何らかの理由で辞められることも考えられるんですけれども、その時に今まで築き上げてきたその人と人とのつながりであったりっていうのが消えてしまうという観点から考えた場合に、確かにその個人情報もあるかとは思うんですけれども、その今まで培ってきたつながりというのもまた一つの市の財産だと私は思っております。そこでお伺いしたいのが、例えばこれはもう例えばなんですけれども、
コーディネーターさんに携帯の一つでも、教育委員会なりから渡す、それはまあもし個人用で使ったら分かると思うんで、中身についてはそういったところからですね、まずコーディネーターさん、今電話代も実際持っていただいておるのが現状ですので、そのあたりも含めて、例えば携帯電話の一つでも渡せないのか、極端な話をすればそれを使い回していくことも可能になってくるんちゃうかなと、まあ個人情報の云々はあるのも分かっておるんですけれども、で次へつないでいけることも可能だと思うんですけれども、そのあたりについて検討等はされたことございますでしょうか。はい、教育上、はい、そのあたりの検討についてはしてございません。携帯電話ってかなりプライベートなものですし、そこへ載せる情報っていうのがどういう形で流れるのか、その辺も心配するところでございますので、それと個人の情報に入って携帯電話に入っている情報については、コーディネーターさんと、まあ、連携する中で教育委員会の事務局としてもしっかり把握しておく必要があると思いますので、その点については連携を深めていきたいと思いますけれども、携帯電話を持っていただくということについては、検討はしてございません。はい、はい、15番田中君。はい、まあ、やっぱりあまりその負担をかけすぎない、もう金銭面においてもそうなんです。もうこれについてはあまりやっぱりかけすぎては、おそらく今後も、まあ、おそらくこれ広げていってほしい事業、私としてはこの事業そのものは各中学校区に広がっていってほしいと思うんですけれども、究極はボランティアでできるのが理想だと思います。しかしなかなかそれだけではつながっていかない、やはりコーディネーターさんに入っていただければならないというのもあるかと思いますので、その負担をかけない方法をですね、やはり考えていっていただきたいと思います。で、他市を見た場合にですね、多いのが公民館さんの職員であったりですとか、教育委員会なりその担当課の嘱託さんであったりとかがコーディネーターを兼ねられているということが多いんですけれども、当市の場合は違いますよね。もう一般の方にお願いしているという部分を考えた場合の負担がやっぱり大きくなりつつあるというのがありますので、そこについては、相当前向きに考えていただきたいと思います。また、次の質問になるんですけれども、まあ、今後広げていきたい、広げていくとなった場合ですね、現状の社会教育課の形では対応できるのかなというのが正直心配しております。今2つの学校区でこの授業をされているわけですけれども、2つでも結構いっぱいいっぱいになってきているのが今の職員の仕事の現状だと思うんですけれども、まあ、今後社会教育課なりで機構改革等々があるかと思うんですけれども、その時にですね、職員、まあ、嘱託なんか臨時なのか今の現状なのかわからないですけれども、もう少し、他の職員も手伝えるような情報の共有とかっていうのを検討されておりますでしょうか。教育長、はい、教育委員会事務局の人数を増やしていってこの事業に対応していくということはなかなか難しいかなと思ってます。ただ連携しっかり取っていく、この事業をやられているのが学校ですし、担当課が社会教育課ですので、学校教育課、社会教育課が連携を深めるとか、あるいは公民館の方にもかなりこの事業についてはお手伝いしていただいてございます。その辺との連携、あるいは 青少年の指導員の方、この方らも非常にいい働きしていただいて、さまざまな活動で、協力していただくとともに子どもたちにも指導していただいております。だから教育委員会事務局の職員の連携に加えて、公民館あるいはそういう支援していただく方々の連携深める中で、ボランティアさん、コーディネーターさん、学校、そのあたりの連携さらに深めていくような、そういう取り組みを考えていきたい、そういう方向でおりますので、またご理解いただくとともにご支援よろしくお願いします。はい、議長15番。15番田中君。はい、ありがとうございます。この事業そのものがですね、教育コミュニティだけじゃなくって、今ここで行われてきたことっていうのは他の団体、例えば子ども会かもしれない、自治会かもしれないというところにも広がっていける、もっとその人材バンクの活用を考えた場合にですね、もう今、コーディネーターさんが持っている情報というのは、やはり市として人材バンクにもっと積極的に登録いただくとかで、市としても持っておかなければならない、個人、ボランティア来ていただける方
の情報が必要だと思うんです。そしてやっぱり横への広がり、この事業そのものがどんどん横へも広がっていくと思いますので、今一度聞きたいのは、もっとそのコーディネーターさんと話をしてっていうのは、今もそのどんどんやっていただくのは知っているんですけれども、もっともっと詰めて、実際今現状ではその事業が終わった後にこの人が来てくれましたよという報告書だけで終わってしまっているところもあるかと思うんですよ。ですからその前段階からもね、もっと一緒に取り組んでいただきたい、もっと市として手伝っていけるとこ、最初の話に戻りますけれども、ボランティアの募集なんかもそうですけれども、そのあたりを踏まえて初めからもうちょっと連絡を密に取っていただけますでしょうか。教育上、はい、本当に何に困られているのか、どういう仕組みを求められているのか、そのあたりも十分協議する中で、あり方については検討するとともに、改善を図れるものについては改善を図っていきたい、そのように思いますので、よろしくお願いします。はい、15番、田中君。はい、ぜひよろしくお願いいたします。やはりこれ、橋本市の将来を担っていく子どもたちに、少しでもさまざまな刺激を持ってもらう、学びの日のサブテーマも五感という言葉が使われておりました。ね、やっぱりそのこの教育コミュニティ事業、さまざまなことをされております。でそれを通じてですね、子どもたちの得意なものっていうのがますます出てくるのかもしれない。自分が今まで気づいてなかったことを気づくきっかけにもなります。また地域の方々が手伝いに来ることで、それこそ、まあ、誰もが主人公といえば変かもしれないんですけれども、皆さん刺激し合える、そこに参加する子どもたちではだけではなくって、お手伝いいただける方、学校の先生方、保護者、そのすべてがね、やはり刺激し合える事業だと思いますので、ぜひぜひもう取り組みを今まで以上にやっていただきたいと思います。以上で終わります。15番、田中君の一般質問終わりました。